グラストンベリー島、グラストンベリー島は、イギリスのサマセットのグラストンベリー近郊にある丘。海抜145メートルで、丘の頂上付近にある屋根がない旧、セイミカエル協会が特徴的である。ナショナルトラストによって管理されている。サマセットの農村地帯に突き出たグラストンベリー島かつて、サマセット一帯は、湖や湿地帯が広がっており、これらが干拓されてしまう以前は、 グラストンベリー島は、島のように湿地の中に浮かんでいた。最も古い伝説によれば、ケルト神話に登場するヌン,ンの、オーグウィン・アプニーズが住んだ地とされている。アーサー王伝説に登場する伝説の島、アバロンを、グラストンベリー島に同定する説もあり、12世紀末には、アーサー王とグイネビア王妃の遺体とされる骨や棺が、グラストンベリー修道院長らによって頂上から、 発掘され、修道院に埋葬されたと伝わっている。キリスト教にまつわる伝説として、ナザレのイエスのおじであるアリマタヤのヨセフが鈴貿易の旅に幼いイエスを同行させ、この地を訪れた。イエスの死後、ヨセフがアバロン島を裁縫したところ、地面に置いた荷物が根を生やし、聖なる茨の冠になったという。また、イギリスの聖杯伝説の一つでは、 ヨセフが持ち込んだ聖杯はヨセフの死と伴いにグラストンベリーにほど近いチャリスヒルに葬られたと言われる。ヨセフはグラストンベリー島のふもにイギリス初の礼拝堂を建てたとも言われ、後にグラストンベリー修道院へと成長し多くの巡礼者を集めた。グラストンベリー修道院はヘンリーパスへの修道院解散によって閉鎖されるが抵抗した修道士によって 聖杯や聖遺物などがグラストンベリー島の地下洞窟に隠されたという伝説もある。レイライン説によれば、グラストンベリー島はアーサー王伝説にまつわる遺跡をつなぐセントメアリーラインとセントマイケルラインが交差するポイントに位置するという。現代のアーサー王伝説研究家たちはダウジングによってグラストンベリー島の地下に迷路上の立体構造が確認できたと主張している。 ロンドンオリンピックの開会式、グラストンベリー東球をモデルにした丘を取り囲むように建てられた3カ国の国旗2012年ロンドンオリンピックの開会式では会場にこの丘をモデルにした丘の模型が作られ、アトラクションに中心に位置づけられるとともに参加国の国旗掲揚場所に使用された。ありがとうございます。